育成からは上がった怪物23歳、号泣連発。最強守護神超えの異次元数値、奪三振率、12.8。中日、松山晋也投手が23日の DeNA 戦で3点リードの7回に登板、3者連続三振の圧倒的な投球を披露。続く24日の阪神戦でもピンチは招いたが1イニング3奪三振に抑える好投。成績を見てみると、特筆すべきは驚異的な奪三振能力だ。奪三振率、12.80、は30イニング以上を投げた投手の中では、リーグ1位になっている。松山は、2022年育成ドラフト1位で八戸学園大、青森、から入団。1年目の今季は2軍の守護神として10セーブを挙げ、6月に市は以下に昇格した。ここまで1軍で33試合に登板し、32回1三を投げて17ホールド、46奪三振、防御率 1.11 をマークしている。開幕時は育成選手だった松山が、現在はチームの勝ちパターンの一角を占めるまでになった。188センチの長身から投げ下ろす最速155キロの直球で打者を圧倒する姿は、怪物の片鱗を感じさせる。防御率 0.39 を誇る最強守護神、マルティネスは現在、離脱中。育成から這い上がったルーキーがどんな投球で勝利に貢献する姿を見せてくれるか、注目が集まる。壊れなければいいが、ポスト、マルティネスにしたいのか？中日は若いいい選手が多いのにな。7回までリードしてれば、ほぼ勝てる体勢なのに。故障しやすそうな投げ方に見えるな。後ろがしっかりしても打てなすぎて、試合がつまらない。すっぽい力強いフォームだね。ネオよりずっと能力の高いピッチャーがいるではないか。他の球団はなぜシワイカで取らなかったの？界隈では上位指名選手として騒がれてたのに。希望の少ない球団の中で頭角を表してきた逸材。いくらなんでも投げさせすぎやろ。中日が補強すべきは長打力ある打者と作戦を立てられる参謀役のヘッドコーチ。あとは監督が余計なことをせずにお飾りに徹してくれたらオッケー。まっすぐとフォークだけなのにこれだけ三振率が高いのはすごすぎる。たまに力はあるし何よりも打者に強く向かっていく投げっぷりがいい。故障させないでね、お願い。